ホーム最終戦に勝利をして今シーズンの勝ち越しを決めたいセレッソ大阪。カタレ富山は4試合ぶりの勝利をアウェーの地で狙います。この時間は2018明治安田生命 J3 リーグの第33節、セレッソ大阪 U23 対カタレ富山の一戦、お楽しみいただきます。今日の会場はヤンマースタジアム長居です。それでは両チームのスターティングメンバー、フォーメーションとともにご紹介していきましょう。まずはセレッソ大阪 U23 です。ゴールキーパーは小木、ディフェンス右から沖野、瀬古、石尾、船木、ダブルボランチ西本と木田、右に小野沢、左には山根、ツートップは山田、そして中島が構えます。それではアウェーのカターレ富山のスターティングメンバー、フォーメーションとともにご紹介です。ゴールキーパーは永井です。ディフェンスは3バック、右から大、谷奥、今瀬、ダブルボランチは差し波と脇本、右に八木下、左には前島、ワントップは斉藤で、トップ下には新井と佐々木洋二が構えます。中央のボールの奪い合い、差し波、しかしここで再び奪いに行きます。セカンドボールの奪い合い、さあ流れてきた、左に展開、シュート打つ、これは枠を外しました。ファーストシュート打っていったのはセレッソ大阪 U23 31番の山根とわです。左足巻いてきてヘディング、ここは斉藤先に触る、中島、再び中島、シュート打つ、長いナイスセーブ、その後ポスト当たって押し込めるか、スタンドが守った。ここは集中した守備を見せましたカターレ富山。長いのファインセーブの後詰めていたんですけれども、ゴール割ることできませんでした。中に走り込んできて5番の今瀬はゴールに近いところにいます。動き出して脇本清志ヘディング、八木下、ここはクリアです。最後は19番の八木下ヘディング、シュート打っていきました。触ったキャプテンの西本、ここは下げて石尾です。右に張っているのは沖野です。動き出してここはうまくボールを狙った、つながった、仕掛けて左足中、こぼれ球まだある、ゴール前混戦だ。最後はここは永井が抑えていますが、小野沢もかなり痛そうにしています。臀部のあたりを抑えている36番の小野沢です。脇本も上がってきていますが、中高さのある茂木のパンチング、その後シュートに行く、まだこぼれている八木下、アイスブロック、瀬古、その後シュート打っていきました、28番谷奥、ただここは冷静にもぎキャッチ。最初のシュートをよく瀬古ブロックしました。その後流れて28番の谷奥、そのシュートはもぎシューが正面で止めました。カターレ富山は2人メンバーを一気に変えてきます。そして41番の木村は足立監督と少し話をしていましたが、カターレ富山は29番の吉岡です。ここは荒井瑞希ボールキープ、さあ抜けた斉藤、チャンス、茂木よく止めました。決定機カターレ富山、止めたのは茂木衆。少しボールの受け渡し、ボールこぼれたところ、谷奥も180超えています。一呼吸して佐々木洋二、また浮かせた中、これは入って、先制はカターレ富山です。0対1、最後押し込んでいったのは2番の脇本か。脇本は今シーズン初ゴールです。今のシーンもう一度見ていきましょう。入ってきて、これファーサイド、最後脇本です。2番の脇本、今シーズン初ゴールで、これで0対1です。セットプレーからカターレ富山先制。一番遠いサイドにいた2番の脇本、セレッソ大阪 U23 はどうか。
瀬古、そして石尾とファーサイド上がってきています。巻いてきてヘディングだ、長井、その後ビッグセーブ見せました。長井です、飛び込んでいってヘディングシュート、前節に続きファインセーブは長井です。しかしながらいいボールを蹴ってきました船木。中島です、中島フォローには瀬古、シュート打った、そして試合終了です。カターレ富山4試合ぶりの勝利、次節のホーム最終戦に向けて弾みをつける大きな一勝。セットプレーから最後はヘディングでゴールを決めました脇本、そして守護神の1番の永井、粘り強く立ち向かって勝利をしました。カターレ富山4試合ぶりの勝利。